あれ何やペット入れるやつ。ペットっていうかな。これはある。ちょっと入って。天理教、天智教の宗教施設だって、小倉が多分散らばってたと思うんで。でももう答え言っちゃいます。はいはいはい、岡山には小倉の家ってのは存在しません。はいはい、その上にある、はいはいはい、井戸がやばい。井戸ですか。貞子の井戸がある。だってあれもなんか。うん。ここら。これ？え、これ井戸じゃないか。え、これ井戸じゃないか。はい、こんにちは。今日はね、どこに来てるかと言いますと、本当の、なんかね、お札の家っていうのが、真相が分かったということで。真相が分かったということで。今日はお札の家に行きます。なるほど。でももう答え言っちゃいます。はいはいはい、岡山にはお札の家ってのは存在しません。あ、しないんですか。岡山にしません。しないんですか。で、もうネタ完全にネタバレなんですけど、はいはいはい、お札の家ってのは、はい、福山に正確にあるんですけど、はい、あー、聞いたことあります。岡山にあるのは、はいはい、もともと天智教の宗教施設だったから、はい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 、そういう宗教のお札があるとかないとかいうので、お札がなんかそういうのが広まったということで、本当はその上にある井戸がやばいと。井戸ですか。貞子の井戸がある。井戸ですか。貞子の井戸があると。井戸ですか。井戸があるらしくて、この地元の人にちょっと聞いて、すぐ中学校か小学校あるんだけど、はいはいはい、そこの人に聞いたら、はいはいはい、お札の家はなくて、はいはい、井戸がやばいと。ああ、なるほど。なんか急に雲行きが怪しくなって。ちょっとなんかね。はい、行きましょうか。行きましょう、行きましょう。行きましょうか。このね、先にあるんですけど。はいはいはい。あるのかな。ありますね。あ、あれですか。あれが。お札の家。あれ何や、ペット入れるやつ。ペットっていうかな。捨てたの。話したんですかね、ペット。こんなところに。ここらがある。ちょっと入ってみよう。すごいこれ。なんだこれ。なんだこれ。ここがお札の家ということで。なんでお札なんですか。お札貼ってないのに。いや、天理教、天智教の宗教施設だって、お札が多分散らばってたと思うんだけど、この岩とかなんか独特だよね。なんかね。お堀みたいな感じだったのかな。一応なんか中には入れないんで、方針なんで。ああ、でもなんか岡山の人が中入って荒そうですよね。ほんとね。そうだね、多いと思うよ、入る人が。缶とかお酒とかもやっぱね。まだ電気は通ってるみたいですね。なんかこれ生きてるんだよ。製造年2019年って書いてある。結構最近。うん、いや、でも何かしらの動きはあるのかもしれない。そうやな、ちょっと謎やね。いや、なんかあれですね、なんか沼みたいな。そうだね、池だったんかな。なんか人工的なものなんですよ、たぶんね、これね。石垣が遊んじゃって。水溜まってたんだろうね。どこに井戸があるんだろう。ね、でも、まあ、ここら辺ほんと水が多いんで、やっぱ掘ったら多分出てきそうですよね、なんか水とかね。あれ？え、あれもなんか。うん。書いてある。墓がどうだこうだって書いてある。あ、そうなんですか。うん。
ここに家があったってことですね。そうですね。すごいですよこれ。これ割れてるの。ね、割れてますね。観音巡り。ここ。人が歩いた形跡がない。なかなかね、井戸がね、見つからないですね、ちょっとね。じゃあもしかしたら埋もれてんのかもしれないし、落ち葉とかで。今そのカメラ撮りに来たんですけど、そうですか。なんかネットの書き込みだったら、そこになんかあの井戸があって、うん、井戸がすごいやばいみたいなことで。関流の関係もあるのかな、なんかってあるし。あ、昭和54年とか。これ井戸。え、あ、これじゃないですか。え、これじゃないですか。なんで紙。え、絶対これですよ。これだな、危ないやつだな。これが危ないっていう。危ない、結構めちゃめちゃ。え、でも中とかだって結構深いな。深いっすよね、これね。いや、なんか、怖いの出てきたね、だから、本当に。ほら、ほら。ほら、ほら、ほら、ほら。相当深い。なんか、祠。これ？祠。え、これ井戸じゃないですか。え、これ井戸じゃないですか。あ、井戸じゃないですか。井戸やね。井戸ですよ。井戸やね。はい、終わりましたね。終わりました。後ろが無駄の家なんですけど、後ろがね、雨すごいな。本当すごいね、本当に。雨っていうか、あのお札の家を撮影した後に、後っていうか、そのお札の家からその井戸に行くときに急に雨降ったよね。そうですね。そう、雨降って。まあ、でもここもやっぱりそれなりに雰囲気はあったんですね、やっぱね。ね、あの観音様のそういうストリートだということで。よしですか。なんか最後言いたいことあれば。まあそうですね、まあ、今日来たんですけど、まあやっぱそのなんか夜に来たら絶対怖いんですよ、ここ。うん、本当観音様がいっぱい本当いるんで、ちゃんと気づいたら観音様が目の前に目の前におったりしたらね、怖いと思うんで。まあでも本当にあのこういうところにね、男女とかやっぱり若い子とかって来たいと思うんですけど、やっぱそのなんかね、ふざけてね、悪ふざけしてわーとか言ってね、不法侵入とか、やっぱそういうのはやっぱりね、やめた方がいい、ね、やめた方がいいですね。結構たまに人通りもあるから、やっぱ通報されたりするから、はいはいはい、なんか言ったら多分、これって。ここですね。これ、ないよね。ないっすね。昔あったんじゃない、ここ。これ、あそこが本部だったってことだよね、多分。あ、そうっすね。矢印が書いてあるから。
馴染みじゃない。でも向こうってことだよね、さっき行ったとこってことだよね。そうですね、もうないけどね、昔の。フラバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。